私たちはなめ川町にやってきましたなめ、はい、川町にやってきたということは、うん、そうですライオンズクラブルームで有名な森林ホテルにやってきました私昨年も来させていただきましてとってもいいホテルなんですよ、はい、もう今回も来させてもらってテンション上がっておりますよ <laughs>、はい、今回は去年も行いましたが、はい、その森林ホテルでソーダサリナさんと今シーズンのライオンズについて語っていきたいと思います 今回もトーク会場となったのはなめ川町にある森林ホテル天然温泉を使用した露天風呂付き大浴場や部屋中ライオンズで埋め尽くされたライオンズクラブルームプレミアムなど魅力にあふれたホテルになっていますあ、こちらにいらっしゃいました、曽田さんどうもご参加していますこんにちはお願いします待っていたのは ライオンズ大好き、早田紗理奈さん。今回、早田さんには2週にわたって出演していただき。ライオンズ愛を存分に発揮していただきます。さあ、早田さんには去年もこの森林ホテルで、たくさんお話し聞きましたが。はい、今年もよろしくお願いします。お願いします。一年ぶりですね。そうですね。元気でした。元気です。あれ。<laughs> 元気ですか元気ですかなんかどうしたんですかなんかちょっと異常がある異常があるそうですねちょっとね野球が好きすぎちゃって息子ともやっちゃうじゃない野球をねそうしてやっちゃったって感じなんですよちょっあの X に書いてあ書いてありますすいませんそうなんですよ気合い入れすぎちゃってでも体は元気なんでライオンズはしっかり応援できますから任せてくださいよろしくお願いしますよろしくお願いします そして昨シーズンは悔しい結果で5位という結果で終わってしまったんですけれども昨シーズン振り返ってみていかかがでですすそうね昨シーズンも15試合ぐらいあの見に行かせていただいて。素晴らしい,ですよ、ね、らしいやっぱり当主人は あのイマ投手ダンスとして初め、うん、チームロンゲをはじめとして、はい、あの平ら投手もすごい活躍されてましたよね。得点投手が三人出ましたから、はいね、これで五位っていうのがちょっとおかしいなぐらいなんですよね。優勝しててもいいぐらいですよ、ね。そう本当そうよ本当そうね。まあただちょっと、ね、ホームランだったりがあの中村選手が一番だったりとか、十七、はい、本でしたね。はい、なんかちょっとこう若手の選手とか、はい、やっぱこう打線がもうちょっと。 昔みたいにこう爆発力がちょっとあったらよかかっったのかなって、ね、今シーズンにかける期待はもちろん昨シーズン悔しかったからこそ大きくありますよね,すねやっぱりこう投手陣はそのちょっと安定感が今もある中で、うんはい、プラスで甲斐野投資も、はいはい、来てくださったので。 そうなんだから計算が立つ投手が入ってくれて昨シーズンはやっぱり平投手が中継ぎのポジションから先発に行ってやっぱそこの穴がねなかなかねこう埋まりそうで埋まななかったみたみいなところが平投手ってでも先発転向しても安定感すごかったしいい確んだろう度胸というか本当大物ですよね。 でもあとはやっぱりこう外野のレギュラー争いが熾烈になってくるんじゃないかなとんここね何、はい、かこう、はい、相談さんのこう希望じゃないですけどこういう選手が取りそうだなとか取っっててほしいなとかってあります去年もちょっとお話ししたんですけど蛭、はい、間選手にすごい期待していて、はい、学生時代から活躍されていたので、えー、もちろん期待はしてたんですけどやっぱりなんか何かやってくれるんじゃないかっていう、うん、期待感がすごくて。 なので昼間選手にこうレギュラーでこう頑張ってほしいなっていう、まあ、あと金子選手の、ねはいはい、復活も期待してますねいや確かにやっぱ、はい、猫さんのあの足だって守備範囲の広さ、はい、いやまだまだ衰え、ね、てる場合じゃないと思うんで <laughs> いや本当にねベテランなんて言われてる場合じゃないですけど、はい、まだまだ若手ですっていうぐらい、うん、ガンガン走り回ってほしいなともちろん思います。 ちなみにそうだけではやっぱり栗山さんやつを押してるじゃないですか。はい。栗山さんを今シーズンに関してはどのぐらい押す感じでいきますか。栗山さんはもう今日もあの私これ自分のサリナっていう荷物、はい、なんです。はい。一番にして。なるほどね。栗山さんをね。はい。栗山さんはもう本当にもういてくれるだけでもう幸せというか、うん。ま <laughs> ああの本当四十歳コンビのお二人はもう本当になんだろう。 野球選手にこんなこと言うのもあれかもしれないですけど癒しというかずっとライオンズでててほしいなとあと、ことは銀次郎選手が戻ってきたのでスリーショットが球団の X に上がっていてす、はいえー、すごいなんかか良ったですよ、ね、な,なかなかね。はい でこう技術をこう若い選手にこう教えてもらって、うん、ういうはいそこは期待しつつ期待してますでまあ期待と言ったらやっぱルーキーじゃないですかルーキーで今年はって言います、うん、えー、でもやっぱり竹内ああ竹内壮志はい壮志があの期待されてますしはい本当に一年目からこう先発で頑張ってねじゃないかなって思ってます、ね、それぐらいのこう力はあるってちゃんと言われてますし、はいうん、あと作詞 ね、ね、こう、早田さんにお話し聞いた時に、お父様が大学野球のファンで、はい、青山投手期待してるって言ったら。はい、青山投手一年間一軍いて。はい、そうなんですよ。先見の明があるなと思うわけです。よお父様は誰を知ってるんですか。あのアジアの選手、結構応援してたんでだから青山投手ね。<laughs> 言われるんです。父に大学野球、社人野球もちゃんと見なさいって言われるんですけど。言われるんです。<laughs> すごいね仕事のこととかを言うんじゃなくて面白いぞって言われるんです野野球球社会人野球見ななさい <laughs> なんですけどちょっと、ね、あの仕事とか思ってなかなかそこまで行けてないので、うんね、今年はちょっと1回でもこう見に行けたらいいなってちなみに今,今ねあのキャンプインしてますけどキャンプはは見に行かれたりは私行ったことがなくて<え>私毎年3月に舞台をやっていてなるほどで 2>, 2月からお、OK、け。 こが月あるんですよ忙しい期間になっちゃうんだでも今年は本当春野の方に行きたかったんですよ友達とちょっとその話もしてて何号車かってリーハンの方にねいいんですけどやっぱり栗山選手もベテラン2人がそっちにいるからねいらっしゃるので春野の方に行きたかったんですけどちょっとオ稽古とかぶっちゃ 最後にですね、壮田さんから選手にですね、ぜひ激励のメッセージをお願いしたいなと思います。はい、えー、私たちファンはもう一生皆さんのことをずっと応援しています。<laughs> えー、キャンプこれから大変だと思いますが、えー、ずっと応援しているので皆さん頑張ってください。い素晴らしいメッセージいただきましたが、はい、せっかくなんで、はい、ちょっとみんなでそのライオンズルーム見に行きません、うん、おー 行きた、私行ったことないんですよ。そうか。そうなんですね。じゃあちょっともう総田さんにも案内してもらいながら、もうベテランですからこのホテそうですね。行きましょうはい、行きましょう。行きましょう。行きます。やった。ということで、来週はライオンズクラブルームプレミアムを総田さんと一緒に紹介します。お楽しみに。